カンさんツイッターで毎日いろんなフレーズ集や叩き方がタイムラインで流れていきます、しかしその一つのフレーズをマスターするにも数週間数ヶ月かかると思います、今世の中情報量が莫大な割には自分は頭に入らずマスターできずで終わってしまいます。情報を見てまた次の情報を見てるの繰り返しになっていることに気づきました。森谷先生は莫大な情報をうまく吸収するにはどうしたら良いとお考えでしょうか。僕は見ないことにしてます。やっぱツイッターとかでも基本的に自分に関係ある情報しか見てないんですよ。そうなので例えばドラムの情報っていうのが、たくさん流れてくるんですけど、いろんなドラマーの人フォローしてるので基本的に見てないんですよ僕。すいません全然見てなくて、でじゃないと僕も同じように思っちゃうんですよね。なんか次から次へと流れてきてやつに全然処理しきれないまま終わってしまったりするので、ただ基本見ないというかようにしてます。もちろんその莫大なその量のその情報に触れてると、その中の情報に引っかかってそのモチベーションが上がったりとかすることも、あるっちゃあるんですけど、それが量が多すぎるとやっぱ次から次へと忘れてしまったりするので、基本見ないようにしてノイズをなくすっていうか、自分に必要じゃないものまでどんどんやっぱ入ってくるので、一旦自分の必要なものを整理するというかっていう意味では、一旦見ないようにするっていうのはいいかもしれないですね。